パーティー初めてですよ、日本で。本当になんか今日招待してくださってありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや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 、いきなり顔が世界遺産鍋みたいな感じ。鍋パーのやつだよ。わしのコンビだ。心がいっぱいです。岡山に知り合いがいる、まあ、知り合いは知り合いかな。ね、びっくりした。知り合いって言っていいの？いや、こんな旧バンナムな飲むちゃオンライン知り合いあの視聴者の方、本当ありがとうございます、うん、新年の挨拶が通じるかちょっと言ってみますね。一応観光国頑張ってる方だからいや、私ホームパーティー初めてですよ、日本で。本当に、うん、え、あります？あるはあるけど、あ、なんだ、私本当に初めてです。14年で初めて一口で食べるご飯。いや、意外と経験なくない？逆に日本の皆さんが観光で経験ありますよ。皆さん、もしくは皆さんの友達、もしくは皆さんの娘って、うん、観光人の彼氏の家で食べてるからショックでしょ。実際そうだよ、絶対家に絶対呼ばれるから。こんにちは、乗っていいですか？おう、なんで降りるんですか？え、何、私が運転？え、何、あ、いいですか？あ、すいません、仲間で来ていただいて。いや、誘った人がごめんなさい、おかしいでしょ勝手に来た私がごめんなさいどこに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 。あ、本当だ。あ、おー、すごい、いやいやいや、すごいじゃん。いや、後ろ、ティロパパって、ちょばちょばちょば、なんだなんだ。後ろだよ。大きい。すみません、セーボンマニバでしょ。あ、すみません。セーボンマニバですよ。なんか通じたかわかんないけど、通じましたよね。あー、通じた通じた。岡山いいですね。そうですね。何もないのがいいですね。今空野さんの昼間はどこに？1時45分の広島から乗ってきて、あ、ホテルでもう死んでて、あ、そうなんだ。今、あ、ちょっと寝て出てました。なんか大丈夫かなと思う。今日は空野さんの家族たちになんか迷惑そのものじゃないですか。上の娘は出かけてて、下の娘はちょっと体調悪いので私立に。私全然行ったり一緒に食べたり全然 OK なんですよ。絶対思うでしょう。え、今日来る人誰ですか？ YouTuber？ いや、もう最悪じゃないですか。しかも家族。お世話になってます。あの、絶対日本語知らないふりした方がいい。お邪魔します。はじめまして。藤井と申します。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。片付けたけど。2階？すごいペンションみたいなお家ですね。私これ読み方知ってるかも。ことぶき合ってるよね。意味は分かんないけど多分ことぶきだよこれ。ことぶき意味は多分ロッロッロッだよね。ロッロッ、あ、日本一的だけど。え、いや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 。いきなり顔が。入ってない。入ってない。全然入ってない。ああ、でも、これいただきました。これセベ味。これセベ味、セベ。お菓子食べる。これセベ部屋、セベ돈받는거야。감사합니다야지。ありがとうございます。감사합니다。일로와。일로와봐。아까와。ありがとうございます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 。よし、カメラ見た。なんかしましょうか。お、干し柿。干し柿作ったんで。え、作ったんですか？はい、作りました。自家製ですか？取ってきて剥いて冷凍しといたんですけど、どうかな、甘いといいんですけど食べてみて。おお、いや、手羽大根ちっちゃ。あの、韓国にもあるんですけど、ちょっとこっちのぺしゃんこの形で、なんか長くないよね。ね、あ、もうお酒ですか？最初に、なんか日本最初にお酒飲むので。あ、私、12月27から毎日飲んでてそろそろ休肝日を決めなきゃと思ったんですけど、あの、今日は飲もうとしてます、はい。倉敷のお酒。あと空野さん、これつまらないものですけど、ちょっと駅で買ってきました。ちょっと食べる。これなんだっけ、何もみじだっけ。もみじまんじゅう。あ、これ美味しかったので。うわ、これ大きいですね。あ、すみません、ありがとうございます。なんかリンゴジュースみたいな色してますね。あ、結構飲みます。あの、うまい。あらばし。あらばしりってワイルドランの名前。あらい走り。なんか今日招待してくださってありがとうございます。ありがとうございます。
すごい貴重な経験になります。はい、ありがとうございます。恥ずかしいな、なんか。あ、めっちゃ美味しいじゃん。どうですかね、うん、すごい香り。なんか結構こう純米酒って最後にこうアルコールっていうか来るじゃん、それがないね、不思議に。最後まで甘いですね。美味しい。お柿食べたかった。めっちゃ美味しい。うん、私はもう全部好きですよ、食べ物が。甘いよ。おば、マイさん、岡山へそばっけも먹는거예요。東京では食べれない。あ、東京で食べれない。明日から絶対食べれない。食べて、うん、そうそう。大丈夫、大丈夫。うん。うん、いや、本当に ドラマに出てくる家みたい。これなんか、ソラさんわざとなんか Airbnb 借りてなんかわざと今、招待してないですよね、わざと。実際ここ住んでないのに、それっぽいなんか、違うよね。お、本当だ。これの寸法が多分110とかだったんじゃないかな。設計されたんですか。全部空野さんが。おお。それ全任せですか。全任せ。素敵。私は絶対できません、そういうの。全部自分で。なんかこだわった点ってありますか。この人が寒いのが嫌だったんで、床暖房、床暖房なんです。そのままで。なかなかないですよ。それを初めて聞いた。コンクリートそのものを温める。あ、そうなんですね。そう、確かにこのフローリングってすごい良さそう。良さそうです。あ、なんかの結婚祝いのカタログにあったので、水が出ないので結構いいです。いくらあるよ。見たけど、いくよ。いくらすごい好きなんです。あと意外と日本の子供って魚卵好きな子多いですよね。ああ、卵系はね、うん、韓国の子供って魚卵多分ほとんど食べれないと思うんですよ。臭いって言って、こう魚特有の匂いってあるじゃないですか。それが多分日本は慣れてるけど。お邪魔します。こんにちは、ジンと申します。すいません、お邪魔してます。明けましておめでとうございます。お邪魔しみか。はい、優しいな。ご飯があるよ、ご飯。ご飯はやつじゃないじゃん。おやつ何がいい？ラッピョ。クッキーあるよ。いやいや、わざとだけそういうの。ガチなクッキー。ちょっと。いや、なんかおばあちゃんたちが帰ったらいろいろくれたから食べて。あ、それはサンタさんのだよ。今日サンタに何もらったっけ？クリスマスで。そう、ほら、開けてないよ。フィリピンの寝袋。寝袋。どうする？自分で選んで。どうぞ。お正月で、うわぁ、これ何？タピオカですか？黒豆を姉が焼いたので、 あ、これ食べたことある。カズノコ。あ、カズノコ。何もなかったんです。いやいや、何もないとは言わないんですか。これは何種類なのか。これ普通の日本の家庭でこうやって食べるんですか。お正月にうちはこうやって普通にこうやって本当にイクラとかこう一緒に食べる。あ、うちのお正月そのままで。なんか懐石料理とか。いや、乗せてるだけです。かわいい。生子は食べる風習があります。生子食べますね。食べるんですけど、こうやって普通に食べなくて、海の堤防の前とかでおばあさんとかが売ってるんですよ。刺身で売ってて、はいはい。うちの妻は多分海のものを食べないんですけど、それ別に嫌じゃなくて海のものがもともと食べるだけなので、ごめんなさい。ちょっとあらかじめごめんなさい。私は大好きです。お出汁で取ったお雑煮食べれます。あ、食べれます。はい、お雑煮。すごい。お雑煮初かも。日本ではお正月に全国いろんなこう地方によって種類があるんですけど、まあ、まず必ず食べる。ああ。じゃあ日本全国で普通にただそれがお正月で食べるもの。ただ、ね、入るものが違ったりして。ここはあの岡山はブリ。ブリ、魚の、魚のブリの、まあ、甘くちょっと煮つけた分を置いていく。あとは、まあ、人参とごぼうと、それと醤油味。これ、イカ。いや、丸いんですよ。切らない。めっちゃ美味しいんだ。
今日お仕事だったんですか？遊びに行ってます。でも遊びに行ったらこの時間に友達とご飯食べて、10時とかこう帰宅が普通だと思ったけど、すごい真面目な娘さん。いやいや、これからなんか英語の勉強とか文言もね。そうだ、文言プレモルを用意してくださって、はい、すみません、ありがとうございます。泡が細かくなる。あ、ちょ、下手くそですね。あ、ありがとうございます。だから皆さん、本当すごいなと思う。おー、ごめんなさい。あー、ごめんなさい。いや。この備前焼きって、この岡山の焼き物なんですけど、泡がこうきめ細やかになる。そうですよね。風味になるっていうので、まあ、割と言われてるんです。あ、お父さん泡消えちゃった、うん、でも本当に今クリームみたいな泡だった。うん、うん、まああれ分かんないですね。いやでも美味しいですよ、うんうん、なんかいつも飲んでるからこそなんか違いが分かる気がする。たこ焼きも飲んでみたい。애기는우리물먹어야지우리애기家族総出で準備をソラノさんの冷蔵庫お酒しかないじゃないですか。正解です。すごいお酒。本当ありがとうございますけど、私日本に来て14年目で人んちでご飯食べるの初めてです。本当に本当に、わあ、恥ずかしい。これが日本。いや入ってみたらドラマのセットみたいなところ。名前何でしたっけ？黒豆。うん、こういう豆の数ってあるんですけど、結構しょっぱいんですね。そう、醤油だよね、大体。甘い。多分正月だから甘い多いんじゃないかなと思うんですよね。甘いって本当贅沢だったんで。あ、砂糖が高いからです。正月とかはそう、甘いものだと伊達巻きとか、うん、卵も、ね、甘いですよね。甘いですね。あの甘いものが贅沢になったんじゃないかなと思うんですけど。もう黒いのは何でですかね。もともと豆が黒だから黒か当ててくる、うん、あ、豆に働くようにとかですね。意味は私たちに入ってる意味は豆に働くようにとか。すごいいい。ツルツルですね。昔なんか入れてたよね。ボトックス入れてんじゃないの。めっちゃツルツル。美味しいの。これめっちゃ美味しい。これ皮ごと食べるんですか。皮が主役。なんか豆はちっちゃい。さっぱり。あ、これじいさんにあげる。あ、すみません、ありがとうございます。これがじいちゃんにブリナシ、ブリナシ。ブリは別で煮て入れたやつですよね。ブリは、出世魚なので。あー、縁起が、縁起がいい。それで食べる。出世、ちょっと大きくなるために名前が変わっていく魚なので。あー、わたこなの。ご飯。いただきました。あ、美味しい美味しい。ぴょぴょ飲んでみ、うん、ちっちゃい甘いっすよ、この。あご飯、お茶も可愛い。美味しいね、うん、いやすごい美味しい。これ本当に日本に来て初めてお茶に食べる。私初めてかも。これブリの煮込みなんか煮つけて、すごい甘いじゃん、東京って。ただすごいみりんの味、美味しいじゃん。あとなんでこんな柔らかいんですか、ブリが。もっとすごい硬くなるじゃないですか、水分抜けるから。柔らかいですか。はい、めっちゃ柔らかい。1年に1回しか作らないから忘れちゃう。え、1年1回しか作らないでこんな味出るんですか。毎日 YouTube 見ながら勉強してるんですか。勉強します。やっぱご飯美味しい。わ、ちんちゃましなんで。マッキー美味しいって言った。あ、진짜맛있다。ドラマさん、お店やった方がいいですよ。本当に。お店やった方がいい。うん。でも本当にもう降りた瞬間にもう今日晴れの県だと実感したんですよ。今日雨だったんですね。雨なのに空を見たら晴れてて、やっぱりあの晴れの県だと思います。晴れの国。厚いは置いといて、本当普通に美味しいから全部食べちゃう。だこれ十分大きいんだけど。昨日お店で食べたものより大きい。お店で食べたのより大きい。
いや、有名なのは広島の果実です。有名ですけど。あ、美味しい。よかった。で、こうやって食べるのも初めて。これ美味しいですね。あ、でも養殖ですから、なんか夏とかは出ないんですか。夏はもうないです、ね。ないんだ。R の月好きだけど。あ、セプテンバー。あー、面白い。ディセンバー。え、それ常識？セプテンバーからディセンバー。ジャニュアリー、フェブラリー。12月分なんだと。ブリですけど。ブリじゃん。ブリこれなんでこんな白いんですか？これすごい。汗かいてるけど。塩焼きです。あ、塩焼き。塩焼き。焦げ目がついてないからすごい不思議な感じでね。確かにソラノさん一人でなんか頑張りすぎじゃないですか。だってソラノさんが招待してくれるときに想像したのは、隣にソラノさんが座っててずっとなんか一緒に食べながらだと思ったらなんか申し訳ないですね。でもいつもこんな感じです。いつもこんな感じだったら今日はちょっと特別に。これソラノさんが焼いたんですか。私が焼きましたけど。すごいですね。レンジが焼きました。何の温かったこれ。あれだってお醤油使ってください。どうましてんで、これどうやって作ったんですか。生のやつ買ってきて、買ってきて塩かけて焼いただけでしょ。どこに焼いたんですか。電子レンジ。え、魚焼き器。え、それでこうなるんですか。なりましたよ。ふくら、うん、でしっとり、うん、5000円だよ、5000円。それは高いよ、丸中で2000円。あ、これが来たのか。これが鍋食べる。これ何ですか。お肉、素晴らしい。しゃぶしゃ肉じゃない。あ、びっくりした。生で食べるの。豚バラトロースです。あ、トロース、豚バラトロース。あー、血は豚バラで。いや、この鍋がすごい、これいいやつだ、ね、世界遺産鍋みたいな感じで。鍋パーのやつだね。その後、わー、だちっちゃバギだ。牛もあるので。え、見て、初めて見た。あ、鍋、あの、こういう豪華な鍋、ちゃんとした鍋。これ入れたい。入れたい。え、これ金柑ですか。これシークワーサー。シークワーサー。あ、シークワーサー。シークワーサーなんか、これ、あの、岡山のサンラサー。あー、でも、無理しないで、ポンズさん。いや、もう無理しないで、これ。あ、ポン酢好きなんですけど、これ食べてみます。混ぜても、混ぜても、混ぜても、混ぜても。あー、そうそう。ポン酢をベースにして、ごまだれをちょっと、これ多い、あ、逆です、すいません。私はごまだれが好きなので。え、日本の家庭で普通にしゃぶしゃぶ食べるんですか。食べます。あ、結構食べる、うん、でもこれ、このお肉はなかなかだと思う。いや、これ見たこともないよ。だってベーコンだと思って食べるわけじゃない。ドラマ、この1枚ずつはなかなかじゃないですか。一体どこで買ってきたの。あー、なるほど。あ、だから高島屋あったんですよ。高島平かと思ったんですよ。高島、でもそこまで高くないこれ。美味しそうだこれ。だからランチ。あ、よくご存知ですね。そこらへんですよ、今事務所が。じゃあお父さん、いまだにじゃあ豆腐はあんまり食べない。いやいや。大好き。あ、もうこれしゃぶしゃぶして食べてください。もういいです、もういなかったもん。いや、入れてもいい。もういいよ、もうしゃぶしゃぶしてどんどん皮食べてください。そうだから、色変わってないよとかよく言うじゃん、うん、今がいいの。どんどん食べてください。これ入れた。え、これをここに。全部はない。あ、ちょっとだけ入れる。ちょっと食べれる。あ、マジか。これ、だしが絶対美味しいやつ。うん、で、こっちがロースかな。ロース、ロースですね。これ、ネギ入れていい。ソラノさんも座ってください。あ、食べ、はい。うん、これをしゃぶしゃぶ。うわ、よし、よし、これはこのままも食べるんですよね。これを食べれますけど、しゃぶしゃぶ。生で食べれますよ。生でも食べれます。いや、これここにある。お腹の方だから食べたい。一枚ちょっとごめんなさい。お皿が素敵する。いや、いご、油いご、うん、あ、ちんじゃました。しゃぶしゃぶ飲ました。あ、ちったよ。あ、新学期は新学期。これ、しゃぶるのもったいないじゃん、これ。いいの？しゃぶしゃぶしてみてください。ちょっと、一瞬。一瞬です。あ、もうそのぐらい。食べない。ポン酢？ポン酢ですか？ポン酢で。あ、ちんじゃました。いや、新学期、これ。わあ、いや、ちんじゃました。関東と違って、春菊が、この春菊ないんですよね。春菊がめちゃめちゃ高いんですよ。そうなんですよ。なんかこのぐらいで500円とか。そうそう、いや本当に、セリもこんなに元気がない。そうそうそう、こんな感じじゃないですよ。
これ春菊の種類って種類が違う、違う気がする、なんか違うよねこれ、もっとギザギザしてると、うん、あともっと深緑だけど、これはもうちょっとフレッシュ、あと春菊のそういう癖っていうかその味がしないね、これは西のあんまりしないです、うん、しないしない、牛大きいね、幅広い、これはすごい、これ大きいね、切りました、ちょっとすごいんですよ、ごめんなさい、ちょっとこれすごいね、すごい、わしのコンビじゃん、わしの私たちのせいで、あの娘さん降りてこれ来ないんじゃないですか、ね、なんか申し訳ないけど、いやいやいや、あんまり調子良くないし、あ今モサモサなので、ありがとうございます、日本酒をわしわしで飲んでくれると思う、あ、じいちゃんも、じいちゃんに、じいちゃんにあげてください、ママ日本酒好きなんだよ、好きなんだよ、ありがとうございます、でもソラナさん結構韓国うまくなりました、そうだから私もそういう感じだったんですよ、1年前までは正直ちょっと諦めたところありました、多分しないでしょっていう、いやでもすごい伸びました、あの韓国行ってきてからすごい伸びました、韓国行ってね、そうだからやっぱりすごい、やっぱ使わないと思う、うん、ソラさんは食べてください、いやソラさんだけ、なんかね、食べながら酒のつまみ、エビなのでじいちゃん食べれないかもしれない、エビは食べれます、あエビ食べれます、食べれます、あじゃあ、あこれ何ですか、エビ、エビだけ入って、エビとシソが大丈夫だったら食べてください、綺麗、なんで、カルマン、カルマキ、これ絶対美味しい、いやこのお皿が素敵、これも素敵だと、早く食べよう、カルマキ、あれがいる、岩塩があったかも、岩塩はない、まあ、そうなの食べてみてください、ちんちゃ、ちんちゃ本当に美味しいです、これちんちゃ本当に美味しい、かわされてるけど、めっちゃかわされてる、なんかすごい羨ましいよね、嫁が飲んでるって書いてます、羨ましいです、今日がいいですね、うん、エビ、シソ、あ、食べる人、食べていいよ、食べないですよ、パパ寝てよ、あ、すいません、さっきこういうお家が好きだって言う、広くて2階があるお家が好き、うん、そういうの好きだよね、のんべえの人の料理って美味しいです、ね、辛いやつをつけるよ、居酒屋です、そう居酒屋、絶対そうだと思う、完璧じゃん、ちょっと緑で食べれる、シャインマスカットだ、もうでも時期じゃない、時期じゃない、どうぞ、8月の終わりぐらいが夏が、じゃあ岡山はちょっと安いんですか、安い、これでいくらですか、これかあの東京だと3000円ぐらいだよね、半額ぐらい、こんなに立派だったらもっとする、そうそう、ブロー食べてみた、これ誰食べる、下の方が甘い、カネナシ、カネナシ、これめっちゃ美味しいよね、はい、どうぞ、一応一番好きなの、バニラ、あよかった、ナイス、時間をこれをはめていく、今スタート、四角丸と丸、え、これどこはめる、ここに、あ、入った、あ足りないピースが、おーいやーできた、あ、ここ空いてるね、ね、なくなっちゃった、でもできた、ね、やった大成功、ベッ大成功、おいしい、次はそのままで、あ、受けてください、ちょっと撮影狙ってる、あ、違う違う、撮影狙ってる、イメージ戦術だから、あんまだからそういうなんかわざとそうやって、そういうんじゃない、
大丈夫大丈夫です。空野さんのでも顔見ると顔が基本的に笑顔っていうのがその理由がよく分かりました。肩がすごいしっかり私はダメで私人生本当に韓国楽しかったです。ダメ次の旦那様とか娘さんも一緒にどうでした。なんかこれ以上のないおもてなしでいただきまして、心がいっぱいです。ぴょぴょ楽しかったですか。修理基地ありがとうございます。私がさあの家来なかったと思う今日帰って来なかった絶対そうでしょ正直今日知らないまま切ったでしょ。ありがとうございます。じゃあ来るのは知ってました。いやだでも逆に、はい、日本で初めての家庭料理が空野さんの家で良かったと思う。本当ですか。すごい良かったと思う。最高じゃないですか。だって今日食べた全てが最高でしたよ。すいませんありがとうございます。ありがとうございます。お気をつけて。ありがとうございました。失礼します。すいません。